はい、皆さんこんにちは、アノラクです。今日は毎月やってるように7月に読んだ本を紹介したいと思います。暑いとなかなか読書ってのは進まないもんだなと思うんですけど、今回は小説が多め、まあ小説が多いですが、いろんな本を読みました。まず最初はこれからいこうかな。トーベ・ヤンソンのムーミン谷の11月です。まあ、最近あの動画でめちゃくちゃムーミンを推してるんですけど、まあ何個か前の動画でムーミンおすすめですよって確かおすすめして、それで自分でおすすめして自分で読んだんですけど、このムーミン谷の11月は、まあその時も言ったかもしれないですが、ムーミンシリーズの一番最後の作品で、ムーミンっていう種族は話の中には出てこないんですよね。で、その、まあ周りの、まあ友人たちみたいなのが出てくるんですけど、まあそれを、この、FSG っていう英語版で、これはアメリカの出版社なのかな。まあこの本はあんまり見ないような気もしますが、まあ、登場人物をちょっと詳しく説明すると、スナフキン、これかな、スナフキン、これは有名なキャラクターなんで知ってる人も多いと思いますが、この帽子をかぶったキャラクターですね。で、このスナフキンっていうのはムーミンの親友で、まあ、自由を愛していて、いつもテント暮らしなんですよ。まあ、ムーミン谷っていうムーミンたちが住んでいる、まあ、谷があって、でそこにちょっと塔みたいなムーミンハウスが建ってるんですけど、夏の間はスナフキンっていうのはムーミン谷で暮らすんですけど、まあ、そこのムーミンハウスの中には住まないで、いつもそのムーミン谷にはいるんですけど、テント張って暮らしてるんですよね。なんで定住、まあ、しないんですよ。で、まあ、この話の中では看板がすごい嫌いっていうので、その人に指図するものっていうのがすごい嫌いな、まあ、キャラクターですね。ハーモニカを吹いて、まあ、曲を作ったりするような、まあ、自由人ですね。2人目がトフトっていう、このキャラクターかな。小柄で子供なんだと思うんですよね、多分。だけど最初出てきた時船の中に住んでるんですけど、でこのトフトっていうのはムーミン谷には多分来たことがなくって、そのムーミン谷での暮らしを、まあ、夢見ていたんですよね。でいつもそのムーミン谷を想像してる、かなりこう空想癖のあるキャラクターなんですけど、なんかわかんないですけど、すごいムーミンママに執着していて、まあその母親への愛情に飢えているっていうような感じのキャラクターなんです。作中ではずっと難しい生物学かなんかの本をずっと読んでます。で3人目がこのフィリオンクっていう、まあ、このちょっと女性っぽい、まあ、女性なんだと思うんですけど、まあ人間ではないですよね、完全に。で、まあ、これは、まあ、今でいうミニマリストみたいな存在で、ものすごい無機質な何にもないような家に住んでるんですよ。で掃除機違いなんですよね。まあ、整理整頓、掃除っていうのをすごいきちっとやる、まあ、タイプの人で、でもそれがある事件で、まあ、二度と掃除をしないっていう風に、まあ、決めるんですけど、まあ、それでムーミン谷にやってきて、まあ、ムーミンママの友人なのかな、ムーミンママにお土産で綺麗な花瓶を持ってきます。4人目がヘムレンですね。このちょっと太った中年男性みたいなキャラクターです。これ元々のムーミンのシリーズではなんかすごい変わり者の収集癖のある学者タイプのキャラクターだったんですけど、この作品ではそういうとこはちょっと薄れてて、あんまりそういうヘムレンっぽさを感じさせないですね。まあ、この人はムーミンパパの友達で、なんかムーミンパパはすごい崇拝していて、でムーミンパパならまあこうするとか、これだったら喜ぶんじゃないかとか、まあ、ムーミンパパを基準にしてちょっと動いてるようなところがあります。次がグランパ・グランブル。グランパってのはあのおじいさんのことですけど、これも人間っぽいスナフキンにちょっと似てるような感じがします。でこれは老人で物忘れがかなり進んでいて、すぐ、まあ、何やったとか忘れてしまうんですけど、まあ、年長者である自分を誇示するようなところがあるキャラクターです。なんかちょっとやっぱ頑固なんですよね。で、まあ、最後がミムル、このキャラクターです。でこれはリトルミーっていう有名なちっちゃいお団子ヘアの、この頭にこういうお団子ヘアのあのムーミーのキャラクターがいますけど、その人の、まあ、お姉さんなのかな。この長い髪をすごい綺麗に手入れしているのがすごい印象的です。でムーミンファミリーについては、まあ、スナフキンと同じようにかなり、まあ、親しくしていて、よく知っているみたいですね。でこういう全然、まあ、姿形、まあ、人種って言ってもいいかもしれないですが、
まあ、そういうのとか性格とか、まあ、思想が全然違う人たちが、まあ、一つのところに集まって、まあ、暮らすっていう話なんですよね。まあ、あんまりそのなんていうんですかね、その話の裏側、これは実はどういう話なんだっていうところに、まあ、踏み入るのはなんかあんまり良くない気もするし、まあ、そういう、まあ、実際細かく分析する能力っていうのは僕にはないんですけど、ある意味そのムーミンファミリーっていうのがかなり理想的な存在になっていて、まあ、ムーミンファミリーとムーミン谷っていうのが理想的な場所で、理想的な人々、理想的な暮らしで、それを求めて、まあ、この人たちはやってくるんですよ。でも実際、まあ、実際行ってみると、その理想的な家族っていうのはもうすでに存在しなかった、まあ、そこで、まあ、どうするかっていう話なんですよね。まあ、だから、まあ、なんて言えばいいのか、そう、これも最近読んだ本で、イーバ・ゲレルザム・カイトン・ゲレアテってことで、ショーペンハウエルの、まあ、論文の一つなんですけど、これ別の動画で、まあ、この動画の前になるか後になるかちょっと分かんないですが、まあ、紹介する動画を上げるんですけど、まあ、ラテン語とかそういう古典語っていうのは昔の人と直接、まあ、交流できるものなんだっていうような話が、まあ、出てきて、そのヨーロッパの人たちにとってローマとかギリシャっていうのは、まあ、昔あった理想の国っていうような考えが、まあ、まあ、あるんだと思うんですけど、まあ、別にあのローマじゃなくてもいいんですけど、まあ、昔あってでももう今は失われてしまった、まあ、理想の場所とか人とか、まあ、そういう、まあ、本当は存在してほしいでももう存在しないもの、そういう状態で、まあ、どういうふうに、まあ、他の全然自分とは違う人たちと付き合っていくのかっていうような、まあ、話なのかなっていう気はします。日本で言うとすすきだ給金にあーやまとにしあらましかばっていう美しい詩があるんですけど、この白陽宮っていう詩集にあーやまとにしあらましかば今かんなずき上八リスクかんなびの森の麹を暁梅雨に髪濡れて雪こそ通えいかるがえっていうような、まあ、こんな感じの、まあ、日本で言うと、まあ、そういうところを考えると分かりやすい、まあ、あるいはもっと身近なところでその、まあ、もう亡くなってしまった、まあ、家族とか自分が大好きだった人たちっていうのを、まあ、考えてもいいのかもしれないですね。で、あの8月9日がトーベヤンソンの誕生日らしいんですよ。その、まあ、ムーミンのオフィシャルでムーミンの日っていう風に定められてるらしいんですけど、まあ夏休み、まあ夏休みも近いということで本屋に行けば普通にあると思うので、まあ、興味があったらぜひ読んでみてください。で、次が武者小路実篤の心理先生です。ちょっと前にコメントでおすすめですよって教えてもらったんで読んでみたんですけど、武者小路実篤は初めてちゃんと読みました。なんか武者小路実篤の作品で山屋物語っていう、まあ、シリーズがあるらしくて、そのうちの一つみたいです。この話はその語り手がその山屋っていう人で、でその周りの人たちが何人か出てきます。登場人物がその山屋っていう人の他にこの題名になっている心理先生かな、まあ、心理先生、まあ、これは老人で、まあ、若い時は普通に暮らしてたらしいんですけど、今はその後援者、応援してくれてる人たちがたくさんいて、まあ、そういう人たちが世話してくれるのでお金の心配なく、まあ、暮らしている人らしいです。次がこれ読み方がちょっと分かんないんですけど、バカに一って書いてバカ一って読むのかな。あ、これはその山屋の友達で石とか雑草ばっかり描いている、まあ、才能のない、まあ、下手な絵描きなんですよね。でこの人も老人らしいです。で他に白雲っていう、この人はものすごい才能のある絵描き、それからその弟の泰山、この人は書家です。まあ、この辺りが、まあ、主に家を構えていて、でそこに山屋が、まあ、巡っていって話が進んでいくんですよね。であと重要な人物が愛子っていう心理先生のもとに出入りしているものすごい美しい娘がいて、であと杉子っていう、まあ、白雲のモデルをやってた人、これが白雲の計らいでバカイチのモデルになります。まあ、それまで石とか雑草しか描いてこなかったんですけど、まあ、初めてその生きた人間を描くことになる。でこれはまあどういう作品かっていうと、まあ、そういう関係の中で、まあ、人間の生活の理想を描いたものです。
前半は主にこの心理先生による、まあ、理想的な人生あるいはまあ人物像の展開がされて、で後半はバカイチに、まあ、主役が移って、これまたある一種の理想の人物像が描き出されます。金はないけど、まあ、生活に困らず真理を求めて、で定期的に、まあ、講演なんかをして、で生活する心理先生と、まあ、才能もなくて、でついでに若さも美貌もない、まあ、ちょっと醜い容姿らしいんですけど、そういうバカイチが、まあ、それぞれの立場で真理を求めていく、まあ、という話です。でさっきもちょっと紹介したこのショーペンハウエルがこの論文の中で、学問や芸術を愛しそれ自体に喜びを感じて取り組む者は利益のために学問や芸術に身を置く者に素人といって軽蔑される。この軽蔑は困窮、飢え、その他そういう欲求がなければ真剣に物事に取り組む者はないという卑しい信念に基づいている。まあ、それで、まあ、そして多くの人はそういう、まあ、同じような考えを持ってるっていうふうに言ってるんですよね。まあ、ちょっとこれ今の日本語は都合のいいように省略した部分とかあるんですが、この心理先生のテーマっていうのは、まあ、ショーペンハウエルが言うところの、まあ、今の部分にあるのかなと思います。まあ、そういう意味で、まあ、人生のすごい暗い面を扱いがちな小説がまあ多いと思うんですけど、まあ、そういう小説の中にあってちょっと奇抜な発想、奇抜な目線で書かれた小説かなと思います。で結構まあこう長い小説なんですけど、読んだ感じはすごい会話が多くて、まあ、しかも軽くて読みやすい印象です。それなりに面白く読めました。まあ、ただ小説として成功してるかっていうと、僕の感想では、まあ、あんまりうまくいってないかなと思います。まあ、なんでそう感じたかっていうのはちょっと考えてみたんですが、多分心理先生が、まあ、真理のために生きると言いつつ、そのあんまり真理を追求できてると思えないっていうことと、あとはバカイチの存在がちょっと不自然すぎるっていうところにあるのかなと思います。僕が読んでると、その講演者がいる心理先生はまだしも、売れない老人画家のバカイチが、まあ、何の生活苦も感じさせないっていうところに、なんかちょっとやっぱり違和感を持ってしまって、まあ別に小説の登場人物が生活に困ってる必要は、まあ、もちろんないと思うんですけど、この小説では心理先生が生活に困ってないっていう面が強調されてるので、まあ、逆に貧困っていうことがその読んでる読者の中でなんか強く考えられてしまうんじゃないかなと思うんですよね。まあ、そうすると誰も生活に困っていないっていう状態がちょっと不自然かなと思います。まあ、やっぱりその真理っていうのを追求しているっていうところから見ると、プラトの対話編なんかと比べると、やっぱり、まあ、哲学的な面で言っても芸術的な面で言ってもちょっと、比べられないかなっていう感じがしてしまいました。でもまあバカイチが人間のモデルを通して成長していく過程が、まあ、書かれるんですけど、そういうところはすごい面白かったんで、まあ、そことの、まあ、バランスっていうのかな、なんかがちょっとっていう気がしました。で次がエドガー・アラン・ポーの、これ短編集なんですけど、この中から黒猫ザ・ブラック・キャットっていう小説を読んでみました。でこれはまあある、まあ、囚人が話していくっていうような体なんですけど、まあ、その囚人、その男っていうのがもともとすごい優しい気質で、小さい時から動物をとても可愛がってたんですけど、ある事件があって明日死刑が執行されることになってる、まあ、らしいんです。でその、まあ、小さい時から動物を可愛がってきたわけなんですけど、大きくなってからも、まあ、そういう気質は変わらなくて、その若いうちに、まあ、結婚するんですけど、まあ、その妻っていうのも、まあ、動物が、まあ、好きらしくて、で小鳥、金魚、犬、ウサギ、小猿、それから、まあ、猫を飼ってたんですね。でその猫っていうのが大きい真っ黒の猫で、まあ、それが題名になってる黒猫なんですけど、でそのうちその主人公の男っていうのが、まあ、いろいろ苦労があったんだと思うんですけど、酒に溺れてこう性格が変わってきてしまうというか、まあ、かなり乱暴な面が出てきてしまうんですよ。でそれでその黒猫っていうのを虐待するようになるんですね。でその虐待の様子がちょっとあんまり読みたくないっていうか、すごい残酷なんですけど、ある日すごい酒に酔って、その黒猫の片目をえぐっ
るんですよね。それで、まあでもその猫はものすごい、まあ、辛い思いをしたと思うんですけど、傷は治って、でそのまま、まあ、生きて普通に暮らしていくんですけど、まあ、そういう残虐行為をしてもその主人公の虐待への欲求みたいなものは消えなくて、ついに殺してしまうんですよね。首をくくって木にぶら下げて殺してしまうんですけど、あ、でその猫を殺した日に家が火事になって、まあ、そこでちょっと恐ろしいことが起きるんですけど、まあ、それで財産なんかも失っちゃって、で引っ越すんですけど、またその新しい住処でまた猫を飼おうっていうことになるんですよ。でそれで見つけたのがまた大きい黒猫なんですけど、気づいてみるとその前に飼ってた猫と、まあ、ほとんど同じで目も片目ない猫だったんですね。でただ違うのがその胸のところになんかぼんやりと、まあ、模様が、うっすら模様があるっていうのだけが違っている猫で、でその同じような猫を飼い始めたことで、まあ、破滅に向かっていくっていうような話ですね。もっと残酷になっていって、で最後ちょっと完全にホラーなんですけど、まあ、どういう話かっていうと、これはその探偵小説って普通探偵側が犯罪者の心理を読み解いていって事件を解決に導くっていうような話だと思うんですけど、これはその犯罪者側の心理を書いたものらしいんですね。で例えばちょっと英語から訳すのが面倒なんで日本語から引用させてもらいますが、例えば、ただそれをしてはいけないということを知っているからというだけの理由で、自分が邪悪な、あるいは愚かな行為をしていることに、幾度も幾度も気づいたことのない人はあるだろうか。まあ、こういう、言われてみてハッとするような、まあ、犯罪者あるいは犯罪的な心理っていうのが書かれている作品です。ちょっとすごい残酷すぎて、あんまり読みたくないなと思いながら読んだんですけど、で最後がこの東亜の古代文化です。これは梅原末治っていう考古学者の人が書いた本で、この間6月かな6月に買った本かなんかの動画で、まあ、紹介した、まあ、その時に買った本ですね。でこの本はもともとその、まあ、縄文式土器を眺めようと思って昔の遺物を眺めようと思って買ったんですけど、まあ、なんとなく読んでいて全部読みました。で木地が日本の先史時代の文化、まあ、考古学ってもともとその文献が残っていない文献が残っているよりも前の時代のことを知るために遺跡を発掘するっていうのが考古学らしいんですけど、歴史がある記録があるよりも前の縄文とか弥生の時代のことを、まあ、書いてある部分、それから支那殷代文化っていうので、まあ、支那っていうのは中国のことですけど、殷っていうのは漢とかよりももっと古い、これもその中国の、まあ、だから先史時代っていうことですね。で3つ目が考古学上から見た古代東西文化の交渉っていうので、先史時代に東西の東っていうのは中国のことで、西っていうのはギリシャとか、まあ、そのあたりのことですけど、まあ、交渉があったのか、あったとしたらどういう経路でどういうふうに交渉があったのかっていうのを、まあ、そういうことも考古学で、まあ、分かってきているっていうので、まあ、そういうことが書いてありました。まあ、この中には例えばナポレオンがエジプトを遠征してロゼッタストーンを発見して、でシャンポリオンなんかによってそのヒエログリフが解読された話とか、あとはシュリーマン、これ岩波文庫とかに入ってますかね、古代への情熱とかいう題で入ってたかと思うんですけど、そのホメロスの詩で歌われているのが単なる神話ではなくて実際にあったことなんじゃないかっていうので、ギリシャの古い遺跡を発掘していって伝説が本当にあったっていうことを確かめたっていうような話なんか書いてあって、まあ僕はそういう発掘っていうのはそもそも好きなので結構面白く読めました。でまあそういうナポレオンエジプトのこととかシュリーマンのギリシャの遺跡のことなんかはさらっと書いてあるだけだったんでそんな詳しくは書いてないんですけど、まあそういうところも少し勉強していったら面白いなと思いました。この人の書いたのでもう一冊その日本の古墳時代のことについて書いた本があるんで、まあ次はその古墳についてお勉強してもいいかなと思うんですけど、次この今から何を読んでこうかなってちょっと考えてたんですけど、候補がいくつかあって、まあ、その古墳時代っていうことだったら、
まあ、やっぱりその日本の古い時代のことを書いた古事記を読んでもいいかなと思っていて、これちょっと古い本なんですけど、あの戦前の本で、大日本教科図書株式会社発行の古事記の注釈本です。あとはその、まあ、ショーペンハウエルを読んだってので、ちょっとこれ自分で持ってるって覚えてなかったんですけど、ショーペンハウエルの主張の、意思と表象としての世界、これ岩波文庫の、まあ、旧版ですね。そのさっきのイバゲレールザンカイゲラーツってのは、この意思と表象としての世界の補足みたいなものなので、まあ、この本編を読んでみてもいいかなと思うし、あとはショーペンハウエルが褒めたたえるカントの永遠平和のために、まあ、このあたりを読んでみても、はい、ちょっと今の世の中物騒なんで、あんまりこう時代には乗れないような気もしますが、あとは夏なんで、また泉鏡花のちょっと怪談ものでも面白いかなとも思ってます。まあ、ちょっと本当にこの辺を読むかはわからないですが、あと8月9日があのムーミンの日っていうことで、まあ何かムーミンをまた読んでもいいかなとも思うんですけど、まあ、ムーミンっていうのはやっぱりあのポーの黒猫と違って気に入らないやつの目をえぐったりとか、まあ、殺してしまうってことはないんで、まあ、これだけ全然違う種類の人たちが集まってても喧嘩は何回もするんですよ、この作品の中で。でもあの追い出してしまったりとか暴力を振るったりっていうのはなくて、まあそういう違う人種違う性格の人たちがいる中で、まあ、どう暮らしていくかっていうのが、まあ、やっぱり一番重要で、まあ、一番大事なこの東米アーツのメッセージなのかなと思います。あとそうだ、谷崎の知人の愛もいいですよとお勧めされたんで、まあ、それもちょっと読もうかなとも思ってるんですけど、まあ、それはいつになるかちょっとわからないですが、というわけで今日は7月に読んだ本を紹介しました。まあ、今回紹介した本に関わってでもいいですし、まあ、全然関係ない本でもいいんですが、まあ、また、まあ、見てる皆さんの中で、あのこの本をおすすめしたいですよとか、まあ、そういうものがあればぜひ教えてください。まあ、今後も、まあ、読んだ本とか、まあ、買った本なんかを紹介していこうと思ってます。今年はまあすごい日本各地暑いみたいなんですけど、まあ、ちょっとずつでも、うん、ぜひ読書していきましょう。というわけで今日の動画はこれでおしまいです。この動画がいいなと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。あ、そういえば、あの、まあ、ずっと前なんですけど、動画の最後であれなんですけど、チャンネル登録者数が、だいぶ前に500人を突破してます。ありがとうございます。ちょっと言うのがかなり遅くなっちゃったんですが、今はま、もうちょっといるんですけど、まあ、なかなかその1000人が遠いってので、ちょっと大変だなと思っているところです。